キラキラドキドキしたいといい、クラに行ったりライブハウス行ったりパン屋に行ったりしたらなんやかんやあって文化祭でバンドは結成。オーナーにショッキングなことを言われて声が出なくなったかすみのためにみんなも歌い前へ進めてオーディションに合格。そして商店街のお祭りがなくなっちゃったのでテーマソングを作ったらお祭りが復活したのでライブをしてキャンディーを作って区役職員を味方につけみんなでハッピーハッピーパーティーしました。そしたらアリサが頑張りすぎちゃったのでギースギースドリドリ、それでもみんなはポッパが大好きだったのでクライブをし、彼女たちの笑顔とともにダブルレインボーがかかりました。ランガパパとバチバチやっているうちに作りすぎちゃったつぐみが入院してしまい、みんなモヤモヤしていたら病院で喧嘩しちゃって仲良くなっちゃって、ライブで渾身のトゥルーカラーを聞いたパパはめでたくファンになりました。それからランが新曲を作っていたら歌詞の意味がみんなに伝わらずギースギースドリドリでも、屋上で夕日を見てオールして朝を迎えたらつなぐ空模様が背中を後押ししてみんな走っていきました。事務所が崖っぷち研究生だった丸山や女優モデルプロドラマー天才のハイスペックメンバーとともにアイドルバンドを結成。しかし初ライブで口パク、空演奏がバレて活動自粛。それでも大雨の中で必死にチケットを手売りしていたアヤにみんな心を打たれ、パスパレボリューションズを起こそうとした矢先、ポンコツ事務所が活動休止させようとしてハラハラドリドリ。みんなパスパレに対する思いを再確認し、やっぱりパスパレは大事だという意見で満場一致、ライブでもう一度ルミナスしました。父さんの夢だったフューチャーワールドフェスに出るために最高のメンバーを探していたユキナ、様々なディスティングを終えてロゼリアが誕生。しかしユキナだけスカウトを受け、それがメンバーに発覚しギスギスドリドリ。それでもロゼリアでフューチャーワールドフェスに出たいというユキナの思いが伝わり、ロゼリアはリバースでしたが、とあるイベントで演奏がうまくいかずユキナがヒートアップしギスギスドリドリ。しかし互いの気持ちをぶつけたことで時計の針が再び動き出すようにロゼリアのネオアスペクトが進み始めました。鶴舞心が楽しいことを探したら笛儚いキャプテンクマと出会いバンドを結成。美咲はハロピを抜けようと試みる中、怪我をしたアカリをハピネスハピーマジカルを使いなんだかんだで元気づけ、美咲はもう少しハロピにいると決めた。ある日遊園地を復興させようとしていたら、美咲は自分はハロハピに必要ないのではないかと感じてしまいギスギスドリドリ。しかし美咲はこれまでみんなをたくさん笑顔にしてきたことを知った。君がいなくちゃ始まらなかったパレードが夜の遊園地を彩りました。お嬢様が子に馴染めなかったマーシュロがライブハウスへ行き、ライブに心を打たれバンドを始めるためにメンバーを探す。なんだかんだメンバーは集まり自信満々で初ライブへ挑むが、全く盛り上がらずに意気消沈。しかしかすみたちのライブで再びあの時の気持ちが蘇り、月の森音楽祭で彼女たちの金色系のプレリュードが奏でられる。バンドイエーダイロックに著書が猛烈アプローチ。しかしテストは不合格。ポッパンに後押しされたロックは再テストを受け、ラスのギタリストをカッコ仮になる。ロゼリアとの直接対決に勝利したが、すぐにロゼリアに逆転され、焦ったチュチュがヒートアップし、ギスギスドリドリ。パレオはもういません。みんなでパレオを迎えに行き、絆を深め臨んだバンドリガールズバンドチャレンジ決勝戦。それは今までと違うラスが生まれたビューティフルバースデーとなった日だった。